いつからの電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ、渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くったらねえ、こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに。気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ、それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ小獣とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。ん？ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした？ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気も知らねえで。はーい、一番、写真見てくれたかい？レアなんだよあれ。彼気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、わかったから。え、どうしたの？あのさ、悪いがこっちは取り込み中だよ。1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中？おお、ベリービジーね。でもワイ、とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ソーリーね。でもそんなに怒って What happened？ じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズガよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え？こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それにもし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい足立さん。そうだな、よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。なあ、